劇団マークの牛島龍馬です。劇団マークの伊佐です。今日は第66回尼崎市演劇祭の告知に来ました。2月の3日と4日の2日間に尼崎にありますピッコロシアターっていうところの中ホールで開催されます。で、2日間かけて7つの団体が出演しますんですが、私たちが出るのが初日の2月3日土曜日の方の16時10分から、今回題がですね、コメディやってみたということで、コメディやりたかったがためだけにコントで一人芝居を選びまして挑戦しました。演出僕です。演出とキャストもしてます、はい、私まさか一人芝居をやります。本当は代表と一人芝居したいって言ったら、俺忙しいから無理や言われたんで一人でやります。それ言うやめよ、もう一回褒めてんねって。褒めたんですか？頑張ってるんで見てきてください。お願いします。よろしくお願いします。花火は無料です。